今回は、麻雀放浪記。監督は、和田誠。1984年の作品です。終戦直後、まだ焼け跡のくすぶる日本。混乱の中、生き馬の目を抜くような賭博の世界へ足を突っ込んだ、通称、坊や鉄と、彼を取り巻く個性あふれる博打打ちたちの物語です。出演は、真田広之、加賀武、高橋中久、加賀真理子、大竹しのぶほか、浅田哲也の同名原作小説を、イラストレーターが本業の和田誠が、メガホンを取って映画化。モノクロのシャープな映像が、演者たちの華麗な手さばきとともに、美しく配置される麻雀牌を映し出します。麻雀を知らない方でも十分楽しめるエンターテイメント作品です。